よし。はい、では今回も始めていきます。よろしくお願いします。さて、前回レヌール城のお化け退治をしてボロンゴを買うことにしました。で、サンタローズに来たということで、うんうん、本当だよ、最近寒いよ。最近村におかしなことが起こると。あ、さっきのあれですね、あれに話しかけなきゃいけないですね。はははあー、でも村社会というか、よそ者には冷たい村社会ということで話を聞いてみよう。うん、あの先日もらったあれね。うん、まあいいよ。はい、いいでしょう。はい、お父さん大事にしなきゃね。言われなくても分かってるけど、なかなかできないこと、ランキング第2位ぐらいだよね。親を大事にできないって。違うよ、親洞窟続きってわけじゃないけど、うん、さっき話しちゃいました。さあ、半透明がいる。話しかけよう。言います。おう、うん、確かにカウンターの上に乗ってるからね。はい、地下室といえばうちの地下室かな。かねて、うん、気のせい気のせい。じゃあ早速もう地下に行っちゃえばいいのかな。あ、そうだ。で、確か力の種をね、多分壺の中にある力の種を取り忘れているので、ちょっと待ってね、ちょっと待ってて。あったー、ほらあったー。さあ、運試しいくつ上がるでしょう。せーの、うつく。残念、残念でした。1しか上がらないのが、エルフのベラ。エルフでしたね。妖怪人間ですね。大変なの。うんうん。人間界に来たけど。なるほど。お、お父さん。寒い。今日も寒い、本当に。風邪をひかないうちに、もう風邪をひかないうちに録音もやめましょう。そうだね。わかった。ポワン様。よっしゃ、会いに行こう。ちょっと気合い入れていこう。もう、うちの周り静かすぎるからね。あまり大きな声で喋れないんですけど。この録音時間で本当に今日は寒いです。明日は暖かくなるらしいです。ん、はい、あ、ここも寒そうだね。すごい寒い、白いね。おお、すごい。え、健常が屋外。あーん、要件から聞きたいけど、まあいいです。うん、寒いよね。うん、取り戻す。うん、いいよ。うん、なんか断れなさそうだし。もうベラも来てくれ。はーい、感動的。でも寒いんだったらまずこの謁見するところを室内にすべきだと思いますよ。まずそれから、それでも寒ければ春風のフルート取り返そうって なるんじゃない。あ、ごめんなさい、なるんじゃないですかね。はい、うん、マジで、うん、ベラの情報はわからない。神様にお祈りをする。妖精の世界も死
信仰している神様はどうやら人間界と同じらしいですね。まあ確かにね、グローバリゼーション叫ばれてる昨今ではあるけれども、なかなかね、すべての人種、種族が共存するというのは時期尚早なんじゃないかな。いいスライム。お主って、あなたが誰ですかって。キラーパンサーなんですって。よし。お、骨がいる。西の洞窟に住むドワーフの話は知りません。大昔、鍵の技法を編み出して村を追い出された。なるほど。発明が罪か。なんか考えさせられますな。はい。ボロンゴに買ってあげよう。で、あとはいっか。キメラの翼と薬草。で、あと確か向こうに防具屋さんがあったから、そこで防具を買おう。買いに来た。買えるものを買っとくか。じゃあ一応でもボロンクロのために装備を与えてあげて、で、ブロンズナイフを売って、いらないよね、めっちゃ。で、鱗の鎧、青銅の盾、毛皮の不動、帽子か。帽子が一番いいかな。帽子買おう。寒いもんね、なんせ。ちょっとこれで、守備力だけじゃなくて、なんか、皮膚感覚的守備力もちょっと、上げに行こう。OK。よし。ゴールドオーブいらねえな。邪魔だな。じゃあ早速、その西にあるという、ドワーフの洞窟でも行ってみますか。お、外出てもね、この、穏やかな音楽。穏やかな音楽だけど、お、敵も可愛い。あ、ちょっと待って。めんどくさいな。作戦、呪文使うのにしよう。お、いいね。ベラ。エルフは剣持てないって言ったけど、なんか、つつくことはできるらしいね、モンスターを。おお、気持ち悪い。妖精の世界にはちょっと似つかしくない。これと、こいつらとポアン様は共存しろって言ってんだから、そりゃ、まあ、そりゃね、その、エルフの一部が反対するのもこれ無理はないですよね。いや、でも本当にもう画面も寒いな。これ早いとこ春来てもらわないと困るね。さあ、洞窟です。無用の者と立ち入るべからずって書いてある。まあ、用がないわけでもないからいいか。まあ、怒られます。あっつやっつやっつい。さて、こっちに行くと、宝箱がある。もう見るからに自爆するやつじゃん。自爆する前に倒さなきゃ。ヒュッ、お金だ。ヒュッ、これドワーフのお金なんじゃない？いいのかな。シュッ、おう、部屋の中にこんなモンスターいたらギュギュ。熱いよ。オッケーオッケー。オッケーオッケー。
さあ、おっさんいますね。うん、ザイルには切れてしまうわ。人名かな？道具じゃないよね。うんうん。追い出されたと勘違いした。ん？お詫びと言っては。真相が知りたいね。正しい道って。鍵の技法をこの人が編み出したんでしょ？でも追い出されたんだけど、追い出されたんだけど、このおじさんは別にポアン様を恨んでないんだよね。なんで？悪いことなの？鍵の技法を生み出すことが悪いことだと分かってたのか、やっぱり掃除追放じゃないってことでしょ、やっぱり。じゃあ全然分かんないね。もういいや、どうだっていいよ。鍵の技法さえ手に入ればそれでいいです。いや、しかし、いや、妖精の国といえはいえ、襲いかかってくるモンスターってのはいくらでもいるもんですね。もう楽園とはどこなの、どこにあるのかって。直進かな。おいし。妖精の国か。おほら、激しい毛飛んだ。痛い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 、いきなり飛ぶんだ。くそーい、命知らず。オッケー。さあ、まだでしょ。いや、スピンに要注意だよね。弾かれるとこれなかなか。あ、これどうせ左が正解でしょ。よいしょ。さあ、いや、もう本当にお部屋寒いから、ちょっと早く春風のフルートを手に入れないことにはあったまりようもない。さてさてさて、ラーバキン、こいつも火を吐くの必要でしょ。赤いから吐かない。お宝箱、素早さの種か。扱っちゃおう。1しか上がんないね。運が悪いね。あ、ちなみに、まあもちろん前々から言ってる通り、必ずしも、私はドラゴンクエスト5は、もちろん初めてではなくて、まあそれこそ何十回、100回近く、プレイしてるわけなんですけど、まあ大体のことは覚えてますけど、やっぱり結構忘れちゃいますね。まあある意味、何回やっても新鮮な気持ちでできるゲーム、それがドラゴンクエスト5。なのでしょう。おし、来た来た。鍵の技法、よし、無形文化財鍵の技法を手に入れました。これでもうピッキングどころの問題ではないね、本当に。はい、アクアク。さあ、あとは帰れば、帰ればいいね、多分。ん、いいね。キメラの翼で帰ろう。キメラの翼は、ドラゴンクエスト5だと、あれだよね。最後に行った街に行けるのかな？ルーラではなくて。最後に行った街に、たどり着くから。だから今回で今、いくつ上がったのか見てなかった。まあいいや。今回で言えば、妖精の村だっけ？村に着きます。
よし、じゃあ真っすぐ帰ろう。あ、そうか。あっ、ベラが危ない。ほいみ。あ、オッケーオッケー。そうか、今一瞬ここに寄り道しなくても直接フルート取りに行くとここどうでもよくなるのかなと思ったけど、そういえばこうフルート取りに行くところには確かこの鍵の技法がないと開かない扉があったから、うん、やっぱりここ行かなきゃいけないんだよね。オッケーオッケー。寝てるから大丈夫。よしよし、順調ですね。最初のダンジョンが今のところ一番難しかったですね。死んじゃったからね、なんせ。おお、いっぱいいる。バギ使っちゃおうか、バギ。いっけ、バギ。おお、早いみんな。あんま効かない。あんま効かなかった。男は黙ってブーメランですかね。なんせ強いからね、ブーメラン。よし、右何かあるの？なんかあるかな、ないかな。おお、残念、生き残り。いえ。さあ、どんどん行こう、どんどん。OK。うん、切りがいい。レベル10、節目ですね。まあ、年齢とレベルは別だから、この、ここで言うレベルってなんだろうね。熟練度。熟練度ですかね。いいね。いや、ブーメランさばきもだいぶね、キレが出てきた感が。こう見た目からね、もう、最初にブーメラン投げた時と今のこの、レベル10のブーメランではもうキレが違う。もう見てわかりますね。お、出た。もう傷つく怖くないよ。4体出ようと。いいね。よし。よし。あう。危ない。油断した。ボロンゴが危ないかな。ちょっと、ホイミかけとこうか。ホイミ。オッケー。さてさて。そう、作戦なんだけど、なんか私は子供の頃からの癖で、ダンジョンではギリギリボス戦までできるだけ呪文は使いたくない派なので、まあ最終的にはきっとあまりに違いないとは思うんですけど、できるだけ普通のダンジョンでは呪文使わないで打撃だけでやっていくのが、うん、癖みたいな感じなので、ここでもまあ、当面の間呪文使うなで押し通していきますね。貧乏症なのかな。マジックパワーの消費がすごい嫌なんですよね。 OK。 さあ村に戻ろう。村に、出た。あんまり甘くなさそうなやつ来たよ。がっぷり。よしよし。さあ、見村が見えたよ。着くかな。よし。おう、とととと。ちくしょう。あ、やばい。ここはバギですね。バギですね。
ああれあれ入力間違えた。まあいいや。さて、ああ、キリがいいので、じゃあ時間も時間なので、今日はここで、セーブして終わりましょう。いや、疲れた疲れた。ん？お、うん、寒い。本当に寒い。早く春来て。お祈りします。はい。はい。続けません。はい、それでは終わります。ご視聴ありがとうございました。